それじゃカウント始めるぞ。5秒前、4321カウント。やばいぜ。流れるようにスムーズだ。スピードで育せ。ガリガリに攻めているわけでもない。ついに出るのはなぜか。こんなもんじゃないはずだ。ドキドキするぜ。初めて一人乗務した時みたいな高揚感。五感の全てを総動員してこの体に刻みつけてやる。さあ見せろ、超人的なスピードの本質を。タイムアタックなのに攻め込んでる。全然当たらない。後ろからじりじり来るような嫌な感じのプレッシャー、どこかで会ったことがある気がする。どこだっけ。そうか、分かった。学芸大学を通過して藤原が先行。差は開いてないそうだ。スタートからポジションが変わらずだ。相手のドライバーはドラテクよりも戦略で勝つタイプだ。現存しない車を持ち出してきたことは想定外だが、救護前傾だったのはむしろ幸運だ。藤原が俺のアドバイスで気がつけばいいんだが。なら心配ねえな。藤原は D に入るまでたった一人でずっと勝ち続けてきた。あいつのひらめきの凄さは俺が一番知ってる。なんだ、関西最速ダウンヒラーと聞いてた。こんなもんなのか。期待して損したもん。なんかつまんねえ。なんだこれ。さっさとぶち抜いて終わらせる。俺何を言ってるんだ。取られてる。バトルに勝つことが目的なんだろう。だったら誰が運転したっていいじゃないか。違う。そうじゃない。走り屋のプライドがかかってるんだ。俺が走らなきゃ勝っても負けても意味がない。契約は取り消した。今すぐ元に戻せ。わけがわからないよ。どうして君たちはそんなくだらないことにこだわるんだい。信彦君は考え違いをしているよ。命を懸けるってこういうことなんだ。幻覚といてよかったぜ。ちくしょう。頼むぜタクミ。920件。大化してる。いや4050の死者だからいいのか。よくねえだろ。だろう。こんなところであっさりと前に行かれた。あんなデタラメなツッコミで大外から抜くか。なんだありゃ。めちゃくちゃだけど早い。おっと、思い出した。この下品でブチ切れてバカっぱやな走り、あいつだ。宝塚戦で絡んできた真っ黒の覆面のやつだ。俺に勝とうなんて、100万年会える。行けよ、ダメか。奥の底から見せてやれ。舞台
古跡を通過、母船が先行。さすがだぜ信彦、このまま逃げ切ってくれ。京子、信彦がプロジェクト D に一泡吹かせてくれるかも。だぜ、くっそぼ、マジきつい。ストレートではどうにかついていけるけど、コーナーで負けてる。けどこのポジションだ、個性の挙動は負けだ。早いところ逆転の糸口を見つけないと。藤原が突っ込み負けするなんてただごとじゃないぞ。本当に大丈夫なのか。わかんねえよそんなもん、藤原次第だ。さっき心配ないって言ったじゃん。動力線は全長25m に近いです。先に仕掛けて逃げ切った方が有利なのは間違いないが、後半の戦は藤原なら全然チャンスだ。ケイスケの封じは俺たちに生きるものは何もない。藤原がそのチャンスを引き寄せられるかどうかさ。まさか。そういうことなのか。信彦が前なんだよ。本当だ。よし、いいぞ、抑えてる。行け。下がりください。なんだ信彦じゃない、どういうことなんだ。聞くのを過ぎた。ゴールまであとわずか。いっそこのまま勝ってしまうか。どうせ誰にもわからない。ダメだ、なんとかしないと。信彦くん、信彦くん、僕の頼みを聞いてくれたら願い事を一つ叶えてあげるよ。ちぎられないようついていくだけでもギリギリな相手だけど、時々妙にルーズなツッコミをするのが気になってたんだ。余裕を見せつけて遊ばれてると思ってたよ。そうじゃない、あれ以上のツッコミができなかったんだ。車両重量は軽い方が良い。しかし鉄道はレールと車輪が鉄同士、摩擦が少なくて、ある程度の重量感がブレーキングではフロントに荷重移動し粘着力を稼ぎ、上り勾配ではフロントに荷重を移動し粘着力を、限界を超えた領域でのみ顔を覗かせる。これが超軽量車ともいちゃう。当時の戦では上り勾配の敵に弱いってことか。無女子のアドバイスもこういうことだった。アドバイス何が。チャンスは白楽、ここしかない。願い事を叶えてあげるか。違うな、自分で掴み取るものだ。
けないのは分かってる。だけど少しでも長くこの2000の走りを見せてもらうぜ。どうだった信彦、関西エリア最速って言われてるダウンヒラーと互角にやり合った感想は？互角といえば互角になるのかな。無我夢中であまり覚えてないんだ。なんか含みのある言い方だな。そういやいつの間に急戦に戻ったんだ。藤原もびっくりしてたぞ。いろいろあってな。ともかくたっぷり見せてもらえたおかげで俺なりに分かったことがある。あの2000に勝つ方法は一つしかない。